先日中京テレビの番組祭りが行われまして、うん、無事に終了いたしました。やってたよね。はい、できました。はい、ちょっとその様子 VTR にまとめたのでこちらご覧ください。どんなもんかね。これがオドぜひブースなんですけど、こうやって写真撮っていただいたり、写真撮ってくれて、え、何してる？オドぜひチャレンジで、あ、いくわ、服着てるじゃん。あ、そうなんですか。やっぱりね。何これ、こんなあったっけ？右足か左足かの着地足予想。あ、やってた、やってた。いいね、平和だね。はい、いや、いいじゃん。すごい拍手起きよう。すごい平和だね。いい日だね、この日。拍手起きてる。あれ、石川さんと石黒さんにもこのステージでオドぜひがライブをさせていただきたいと思います。すごいですよね。石川さんがプロデュースの2人になっちゃった。そうです、2人だね、やっぱり2人体制の。他にも大橋さんのね、すごく盛り上がって、盛り上がって大橋さんね、一番しっかりしてたね、大橋さん。うん、まあまあね。ああ、田中さんもそうか、元バンドマンのね。このアキュールがすごい、あのお客さんのこの、なんかすごくない？盛り上がってない？すごいじゃん。いやー、めちゃくちゃ盛り上がってました。あ、降りちゃって、うん、なんか盛り上がってますね。盛り上がってたね。イベント自体は2日間でおよそ10万人、はいはい、来ていただいて、あ、やっぱりあれかね、我が番組が一番人気のブース、まあ、まあ、そんなのは考えないでほしいよ。あれなんじゃないの、もっとだって思ううまい店とかなんじゃないの、うん、思ううまいは出てんの、中京でしょ、だって。そうです、うん、思ううまいも、まあ、ブース同じようなところに出てて、あの大徳さんっていう番組だったり、PS ゴールドっていうところがやっぱりまあ強かったけど、そうでしょ、はい、そうか、ね、まあ強かったなとは思いましたけど、長いもんね、はい、東海三県の石黒さんとか出てったら盛り上がる、やっぱりすっごくサインとか求められてました、石黒さん。はい、へ、もうあの石黒さんの写真列みたいなのもできてて、なんかそう、ちょっとそうだよね、石黒さんってね、結構そういう人なんだよね。はい、ね、来年はでも俺たちもぜひ参加したいよね、ステージの上に。本当？いや、もちろんだよ。うん、本当に。もう石黒さんと石川さんに負けてらんないって言ってことで、俺と春日がもうアイドルプロデュース1年かけて、あのオドぜひブースのステージに立つべくやりたいと思ってます。じゃあちょっとオーディションからやって、春日が本当本当ストレートに春日があのキューブを渡していくっていう。うん、見たことあるな、キューブ渡してるやつ。ストレートにやります。ストレートにやるよ。うん、がっつりパクるやつですね。そうね、あのちょっとあの来てくださいっつって、ね、うん、一言キューブ差し上げます。今やるか、もうやんねえよ。